あの前回さ、はい、怖い大火戦の村人全員死んだじゃないですか。そうだ、あそうだった、圧倒的大火。あれの原因がね、コメント欄を見てて分かったんですけれども、うん、はい、あの大火戦の中、はい、松明一本もない説。あシンプルに暗かったってこと？これは湧きますね初歩的なミスか。これは湧くね。なぜこんなことに気づかなかったのだろうか。確かに確かに襲撃者トラップとかやってる場合じゃなかったねあそうだ、なんだっけ、はい、なんか作り途中だったじゃん。なんだっけなんだっけ、ゾンビビッグマントラップ。あそうだそうだそうだ、そうゾンビビッグマン、そうだ。で、あそうだ、黒曜石は確か前回結構集めて、はいはいはい、そうで、俺もひまわりを集めてきた。あ、そうだ。そっか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 、そこまでか。黒曜石今ね46個ある。すげえ。23×23。 ね、100個必要だった気がする。うん、1人？待て、1人100個。23×23 だよね。え、400、500個ぐらいじゃない？ちょっと待って、 しかもそれを15枚ぐらい並べてるんで、うん、この人、この人やばすぎる。ええー、529×10、15? うん、え、8000枚ぐらい必要じゃない？やばい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 、8000個の黒曜石、それはやばい。いやちょっとこれはまだ僕らには早い気がするなちょっとレベルが高すぎたね。ちょっとね、ちょっとレベルが違いすぎましたね。あ、まあでも1枚でも大丈夫そうだね。1枚でも。ほう、なるほど。じゃあまず黒曜石は84って書いてあるぞ。黒曜石84、うん、なるほど。今46個持ってる。 OK、 まあ、それぐらいだったら頑張れば、うん、38個。 OK、 じゃあちょっと僕作るから、お二人は、はい、そのなんだっけ、黒曜石集めを頼むわ。了解した。めっちゃでかいな、ここ。これでかいね、いっぱいマグマあります。これ黒曜石100個掘ったら自分について考え直せるみたいな進捗ないのかなありそうだよねだってクワがあるんだもん欲しいよな。欲しいですね、さすがに。じゃあ疲れたらもっと紹介しようOK、 そういう役割なのね。そう、今日のも息抜き。あ、でももしかしたらその黒曜石集めにも役に立ったりするのかな。え、何今回のやつ。もうでも終わっちゃったんじゃないかほぼ僕ら。そうなんですよ。そうっすか、うん、もう23個。私36個。大丈夫なんじゃないかな。もう終わったんじゃないかこれありがとうございます。聞かせるか、帰るか。帰ります。じゃあ一旦ガラス大量。ガラスはね、何個か入れてあるぜ。結構大量。今1,2,3,4,5,350個ぐらいある。なるほど、足りるかもしれない十分あったな。用意がいいな今回。素晴らしいでしょ。やっぱ進捗してるんですよ私たちも。確かに退化してるように見えてちょっとずつ進んでるってことか。俺の家も進歩させないとずっとハニカムブロック。ハニカムブロックは撤去した。そう、今日ようやくね、大体撤去してこれからリフォームを行う。なるほどじゃあ期待ですね今回。 OK、 ペントさん。はい。そうしましたら、ペントさんが死ぬ一歩手前のところまで、ガラスを上げてってほしいどういう無茶ぶり。いやいや、ペントがこういうふうにガラスをピッピッピッって積み上げてって、ゾンビピッグマンと体力が一緒なのよ、はい、プレイヤーが。ああ、なるほど。そうだから、ペントが死ぬ一歩手前のところだとちょうどいい。ハートが 0.5 残るとこってこと。そう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 。むずい。まずその実験が必要じゃん、そうなると。そうよし、レッツ実験タイムそう、やるしかないか。じゃあペンティの感覚で
私の感覚でね、はい、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15、これまだいけるな。まだいける、まだいける、この感覚的にまだいける。さすがに、うん、長年死んできた経験がありますね。そうですね、21、22、23、いけるな。もう本当に結構俺の画面ギリギリになってきましたけど大丈夫ですかね。大丈夫大丈夫。24、これが限界ラインですね、おそらく。はい、なるほど。24個積み上げた状態いきますよ。はいはい、いけ。あー死ぬかい。普通に死んだ。マジか。24全然無理か。24は無理ということが分かりました。じゃあ23でいきますよ。はい、はい、いけ、耐えろ。お、耐えた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 。マジでギリギリのラインだ。ええ、すごいすごい、奇跡、すごい、すごいね。絶対死ぬと思った。感覚値合ってたね。結構研ぎ澄まされてた。絶対また死ぬと思ってたもん今。23だ。園長が羊増やしてる。何、気づかなかった、暇だったから。じゃあ羊のやつ直しといてよ。俺回路わかんないもん。なんとなくなんとなく。ここレバー置いたらカチャン。どうだ、ダメだ。難しいよな。全然羊が回りません。頑張ってくれ。わ、すげえでっかいのできてる、いつの間にか。なになに、うん、誰が作ったんだ。あ、さっきのは黒曜石か。そうそうそう、なんかあの金魚すくいのポイみたいになってる。出、うん、た、どういうことだ。おお、すげえ、ほんとだ、ポイだ。でしょ。完全にポイですねこれ。これさ、でもさ、こっち現世ではでかいけどさ、うん、ネザー側では普通のゲートで生成されるんじゃないのこれ。え、今までの傾向だと確かにそうだな。まあつけてみれば分かりますよね。そうですね、そうですね。それが今つかないんですよ、うん、え、何。なんだって。ちょっと大きいの作りすぎた。でかすぎたか。あー、え、だけ、ただのただの巨大建築物になったぞそれ。そう、確かに。見た目だけいっちょ前。うわー、ついた、来た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 。でか、外側じゃあ壊しといて。仕方がないな。ん、なんかゾンピグの声聞こえるな。お、あ、来てる来てる来てる、一体。あ、来てる来てる、ログインしました。トゥルルルン。来てます。ようこそ。え、ちゃんと落ちてきてくれてる。ん、なんかずっと線の上に立ってますね。なーに。あ、そういう感じ。勝手に降りることってあんのこれ。なんか見た感じ降りれなさそうだよ。あ、落ちた、一人落ちた。お、うん、ゾンビピックマン一人落ちてるよ。あ、オッケー、オッケー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 。じゃあ暇だし俺元でも見てようかな。なんだって。ついに犬たぬきなしで。おお、なるほどね。あいつ見てやがる。すごいね今回。ペンティ休憩だ。はい、休憩、もっと休憩、もっと休憩するか。じゃあ開けてください。開けます。せい。お、これはトーテム。あ、それぞれ効果があるらしいよ。なるほど。じゃあ俺クリーパートーテムもらい。私はこのスケレタルトーテム。よし、来い。行きますよ。おい、死ね、ペンティ。うわー、一撃じゃ死なない。てい、うわー、残りハート5。死ねねんかい。残りハート5。残りハート 2.5。
さあ来い1回で 2.5 なんだな。はい。おお復活した復活した。でハートがなんか追加で4個上に増えて、はい、移動速度上昇、衝撃吸収、再生能力、スニッパーがついた。だからスニッパーって、これあれなんかな、死ねば強くなるというスーパーサイヤ人方式、そういう感じか。じゃあ園長攻撃します。来い。はい。あ、今なんか壮烈なチクチクがなくなった。チクチクが破壊された。パンツが弾け飛んだ。はい。やばい、いっぱい来たゾンビが。うわー、爆発した。ついでに言うただけも死んだ。やばい。何持ってたんだっけ。クリーパートーテムだよね。普通に死んだ。クリーパーはそうなるわな。え、俺の全然強くねえじゃん。何それ。え、じゃあ僕はあのこいつ行く。ガスト。こいや。行け。ほい。あ、来た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 。おーおー、あれずる。そうだ。いや、これでも操作不能。操作不能の風あんまり嬉しくない。そのままレザー行ってくれ。そのままレザーに行くんだ。無理か無理か。帰ります。無理だこれさ、絶対死ぬよね。絶対に死ぬ。あ、でもゆっくりだ。あ、え、あ、ほら、ラピュタ。ラピュタじゃない、シータ。来た、シータ来た、シータ来た。支えてくれ、シータ。おら。シータを殴るパズ。以上です。終了した。休憩終了です。はい、休憩終了。おのおの持ち場に戻れ。持ち場に戻ります。微妙に使えるのはいくつかあったら。うん。さあ、運命の羊毛羊選手権。お、そっちで来たか。いけるか。完成したかもしれません。ワクワクですね。こっちをオンにして GO。 いけ。お、お、お、あー、行ってます。すごい。復旧。復旧したか。復旧。素晴らしい。やった。園長はクロック回路をマスターしたぞ。もうマスターなんだ。すげえ。やったー。進捗だー。進捗。進捗ではない。進捗ではないか。マイナスをゼロに戻す作業。ゼロに戻す作業。発表します。はい、はい、つきません。終わった。つきません。つきません。え、ネザーに行けないってことかい。粗大ゴミか。小1時間かけてバカでけえ粗大ゴミを作ってしまったと。やばいやばい。それはまずいぞ。やばいやばいやばい。これはある意味対価なんじゃないか。時間的対価。相対的対価。そう、自然環境的にも対価。確かに。やばい。上の着火させるのがもしかしたらやっぱ統合版仕様なのかもしれん。さすがにその壁は越えられなかったか。ちょっと待ってね。統合版ジャマ版の壁を。わかりません。投了した。投了。つけたり消えたりするのが、はい、できないんだ。それはつまりただのバカでかいネザーゲートを作ってしまったというわけですか。そう。そうとも取れる。なるほどな。ニュータニキさんが頑張っている間、ペンティも自分の部屋を頑張ってたんだよ。そう、地味にね、今まだ完成してないけど。いい感じになってきたところで。なんでその色好きなの。確かに俺なんでこの色好きなんだろうね。その系統の色好きだよね。自分の家もこんな感じかもしれない。確かに。チーズケーキみたい。確かに。チーズケーキハウスにしよう。じゃあチーズケーキハウスからとりあえずなんかすごいうまくいってる感は漂うでしょう。うん、うまくいってる感はすごい。横にあるすごいたくさんレッドストーンの装置みたいなのあるじゃん。はい、いっぱいあるね。あれなんなの。あれ、あれ全部意味ないんだぜ。いや、ゴミじゃねえか。あれ全部動かなかったんだぜ。
2倍も多いし、ゴミゴミ。あ、豚来た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 。次回なんとかしてあいつを落とす。デュエルスタンバイ。